2021年5月31日、心をつなぐイコ、ミラクルテレビ特別番組がスタートいたします。一番最初の番組は、浅野志郎さん、心のインタビュー。北に正道さん、心をつなぐイコ代表にインタビューをしてくださいます。では、浅野先生、よろしくお願いします。はい。はい、皆さんこんにちは、浅野志郎です。こんにちは。この番組の第1回目、そして第1回の心のインタビューです、もう前置きいらないんで、これからもうすぐ始めていきたいと思いますが、第1回、北に正道さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それじゃあ、北にさんの自己紹介とかなんとかったら、この番組のインタビューの中でやりますから、あらかじめはやりません。はいはい、で早速ですけども、はい、北にさん、出生の秘密を教えてもらいたいと、はい、これからの人もですね、みんな出生の秘密から始まるんです。教えてください、はい、ただ北にさんの場合はちょっと違って、はい、ご本人の出生の秘密というよりも、出生をした原因となったお父さんお母さんのことを聞きたいんですけども。あ、分かりました。でお父さんは、はい、なんかすごいロマンスで、はい、ご結婚されたと。そうなんですね。長野県の地獄谷温泉、はい、そこでの出会い、その辺のとこからちょっと話してもらえますか。はい、わかりました。私の父は北に実と言いまして、プロ棋士、今のプロ棋士だったんですね。それである時に信州の湯田中というところから、長野電鉄の終点の湯田中から、かなり山奥に入った地獄谷温泉という、その付近には1軒しかない、本当の人里離れた宿屋に遊びに行ったらしいんですね、夏に。そして帰ってきて、またその後若い騎士と一緒に遊びに行ったらしいんですね。それも何日間か逗留をしたと。でそのまま帰っていったんですけども、その年の冬にですね、私の父は富山の帰りにブリを1本持ちまして、雪道をずっと上がっていって、そして地獄谷温泉のところに行って、私の母の両親に娘線をもらいたいんだっていう話をしたようなんですね。これは私の母が書いてることなんですけども、そんなに話をしたわけじゃなかったから大変びっくりしたんだけれども、その私の父の態度が非常にきっぱり知っていたと。でこの人だったら行ってもいいというふうに思ったというふうに母が回想しております。で母は長女だったので、当然本来は宿を継ぐお上にならなければいけなかったんですけども、その父の、求婚に応えて東京に出てきて結婚をしたというのが私の父と母の出会いであります。すごいね、なんかドラマだね。それでその後東京から大磯に来まして、で大磯で私にすれば姉の一人なんですけども、幼児の時に亡くしてしまったっていうのもあって、そして温暖な平塚に、転居してきて、そこで居を構えたと。で私が亡くなった、若く亡くなった姉も含めると8人兄弟の末っ子なんですけどもね、私が生まれて、でこれが言ってみれば私の出世の秘密ということになります。かなりドラマチックなとこから始まった出世の秘密、また8兄弟の末っ子っていうのはまたその秘密ですね、この出世の秘密で。はい、人格形成上もいろいろほらそのことも影響したかと思いますけども、そんな、平塚の、お宅で育ったわけですけども、そこはもう、はい、そもそもがお父さんは稔さんの、皆さんもご存知だと思いますけども、囲碁の、レジェンドですよね。そうですね。そして、門下生も一緒に住んでたりして、そういうところで育ったんですか？そうなんですね。私の父はですね、子供全員をプロ棋士にしたかったらしいんですね。
それで全員に教えたらしいんですよ。でも次々にみんな辞めてっちゃうんですね。それで一人だけ玲子という若く亡くなった姉が、小林光一さんと結婚した姉がプロ棋士に残ったんですけども、他は全部途中でもうどんどん辞めていってしまって、最後に残ったのは、まあ僕だって一番年が小さかったので、で従って私もさっきからお話をしている日本棋院の院生になったりしていて、中学1年まではプロ棋士になる修行をしていたんですね。まあ修行をしただけであって全然強くならなかったんですけども、それが私の幼少時代っていうことになりますね。でどんな生活をしていたかというと、物心ついた時にはそのお弟子さんたちがいるわけですね。でそのふと気がついたら実の家族以外の方々がもう何人もいるわけです。何人もどこじゃないんですよ、何十人、最終的には何十人もなってですね、私はその中で、実の家族と離れて弟子部屋という長屋があったんですね。まあとにかくその長屋の中でみんな暮らしてるわけです。まあ昼は勉強して、夜はそこに布団を敷き詰めて、当時プロレスっていうのはテレビでやっていてですね、6人タッグとかいうのをみんなでやるわけですよ。それでギャーギャー言ってでいじめられると子供は泣くわけですけども、あんまりうるさいと母親に聞こえると怒られるからっていうんで、お互いに声を潜めながら、乱暴な生活をしていました。でそんな風な、まあ、なんていうんですかね、共同生活というか集団生活というか、毎日が合宿のような生活を一年中やっていたわけなんですね。それが私の子供時代で。それはそういう合宿生活というか、そういうのは嫌でした、それとも楽しかったですか、両方。楽しかったですね。楽しかった。ただ囲碁そのものは僕はあんまり好きじゃなかったんですね。で理屈が全然分かんなくて、そのなんでこれが楽しいのか分かんなかったんですよ。で父がよく言うのは、極めても極めても極め尽くせないものに取り組んでるお前たちは本当に幸せ者だと言うんですよ、ところがなんで幸せなのか僕にはさっぱり分かんないという中で、まあ、中学1年の時に、父に手をついて辞めさせてくださいと頼んだらしいんですね。でそうかっていうんで辞めさせてもらったっていうのが僕の囲碁修行の、終焉になるわけであります。囲碁修行っていうのはあんまり楽しくなかったってことですかね。っていうかね、遊ぶのは楽しかったですね。遊ぶのは楽しかった、遊ぶのは楽しかった。結局相撲をやったりですね、ピンポンやったり、それから、まあ、野球やったりです、まあ、ソフトボールって昔言ったんですけども、結局人数が多いからすぐ2チームできるわけですよ、野球が。そう、弟子たちだね。そう、弟子たちだけでね。それで小さくて、体が小さくて全然戦力ならない人間たちも一応混ぜて一緒にやらせてくれるわけですよね。でそれが楽しくて、まあ学校が終わると、近所の公園に行ってそこで夜まで遊んで、で帰ってきてご飯をたくさん食べて、それから碁を打って最後にプロレスをやって寝るというような、でまた朝早く起きてというようなことを繰り返しやってるわけですね。まあ楽しかったねんと、でも囲碁はあんまり楽しくなかったけど、その生活楽しかったの両方が、囲碁はちょっと合わなかったということですかね。まあ、だけど合わなかったっていうかね、その時の楽しさが分かんなかったんですね。分かんなかった。でも一生懸命っていうか、やったのかやらされたのか、そういうことで、まあ今もまだその能力っていうかあれは残ってるわけですね。そう、はい、だからね、そうそう、お父さんがレジェンド の囲碁 のもう大名人っていうかの息子だっていうことは意識してました、本人も周りも。もちろん、まあ、意識していたっていうか、そういうことなんだということはもちろん理解はしていたんですよね。そうですね。そうなんです。ただね、
まあ、なんていうのかな、僕はその非常にこの精神的な成長が遅い人間だったんですよね。で、勤めてしばらくしてから、そのまだ若造のペーペーの頃なんですよね。それで東京都庁に入ったんですけども、その時にその北見先生の息子も入ってきたっていうんで、みんながこう多少噂にしたわけですよね。特に囲碁の好きな方々が、で大会に出たりしていて、でそう言われると僕はその肩に肩肘を張りましてですね、で僕は囲碁とは関係ないんだというようなことを言ったことがあるんですね。すると僕の上司の係長がいさめてくれて、北見君そういうことはね言うもんじゃないんだと、でそういうお父さん持ってるっていう君にとってすごく幸せなことなんだから、そういうふうには言いにくい人だって世の中にはたくさんいるんだから、それと自分とは関係ないみたいな言い方をするのは良くないよっていうふうに真面目に説教してくれたんですよね。今だったらそんなこと説教したらそのしてくれる人いないと思うんですけども、まあ、そんなふうなことで逆にその、父を意識していたようなところが少しありますね。はい、父を意識したって北見さんから見てお父さん稔さんはどんなふうに見えてました？尊敬してました？うん、尊敬してて怖かったんですよ、僕は。怖かった怖かったですね。そのつまりね、その通常の父親と子供のような交流ってのはなかったんですよ。ああ、なるほど。普通だとお父ちゃんとかいいじゃないですか、今ったらパパとか言うじゃないですか。そういう関係じゃないんですよね、いつもちょっとこう離れたところにあってそびえちゃってるわけですよ。お父さんのこと先生なんて呼んだの？呼んでましたですね。本当に？はい。それからごく親密な時にはお父様と呼んでましたですね。みんなと一緒の時にはやっぱ先生ですよね。しょうがないですよね、僕も弟子の一人ですから。面白いのはね、藤沢芳斎先生っていうやっぱり昔の、棋士がうちに遊びに来られたんですよね。と同じような年上の子供が何人もいるじゃないですか、まあ、10人とか20人ぐらいいるわけですよね。でこの中に北見先生の本当の子供が一人いるはずなんだけど全くわからないっていうのをおっしゃってそれはわかんないはずなんです。同じ格好してるわけですから。それが僕の少年時代っていうことです。面白いね、それは。はい、それで都庁まで行っちゃうとちょっと早いんで、その前にまあじゃあ、はいはい、高校は東京富山高校に行ったんですね。そうですね、富山高校行きましたですね。夏日からだから結構長い距離だね、1時間。ですね、実はその時には平塚ではなくて僕は東京にいたんですね。あ、ご家族で。四ツ谷にいたことがあるんです。あ、一人で。いや、その時には家族全体が四ツ谷に引っ越していたんですね。ああ、そうですか、そうですか。はいはい。じゃあ近いわね。まあ、それで富山高校行って。はい。まあ、富山高校の思い出までこういろいろ聞いてて、時間が足らなくなるんだけど、今、いろいろ人にやってる人の中に、富山高校の同級生という方、何人かいらっしゃいますよね。いますね。でしかも、卒業してしばらくしてから、なんか最近になってから、あんたも同級生、同級生とかっていろいろ集めていて、やらせたり、まあ、一緒にそうです。そうですね。それは面白いね。ね、面白いですね。そういう意味では、今日も来てる。さあ、来た。あそこに、あ、杉浦君いる今。すみません、インタビュー他の人呼ばないでください。あ、ここにいる。ちょっと今、ここに一人来てますので。杉浦君。杉浦君、じゃあ、今ね、あ、こんにちは。番組で杉浦さんね、北見さんの、はい、顔してるんだよ。心のインタビューってやってて、はい、幼少期からの育ち方とかね、という中で今、たまたま富山高校行ったんだよねって言ったら、杉浦君って今呼ばれたんですよ。そういうことね。どうですか、富山高校時代の、北見正道青年は、率直にその時の印象を言ってください。
あのね、私は北谷さんとは3年の時にね、同じクラスで。3年の時一緒ってのは印象が強いよね。印象が薄いんですよ。1年の時のね、クラスってのは一番印象が強いんですね。じゃあ、あんまりこの人は印象なかった、北谷さんは。いや、北谷っていうのがいたっていうのは知ってますけど。その程度。その程度ですね。その程度。うん、だってみんな、みんなっていうか真面目な人はね、うん、受験勉強するじゃないですか。うん、で、北には真面目な方だったんで、なんか静かに受験勉強してるなという感じだったですね。ああ、そういう感じ。そして今、杉浦さん、それ今いるんだから、何になったんですか？はい、何？今これ日本棋院、北谷さんにちょっと来いって言われてきたんですか、ここに。そうじゃなくて、うん、昨日から苦労してるじゃないですか。ああ、なんかメールが入ったりしてね。朝開店するのにどうなってんのかなと。ああ、そうですか。開店休業じゃ大変だろうから、開店と同時にやっぱり開業してるところをちょっと見た方がいいんじゃないかなと。ああ、でまあ、お手伝いすることがあれば、うん、お手伝いしようかなと思ってきたんですね。そうですか。で、そしたら ね、なかなか著名な人がいてね、面白いですよ、なかなか話してると。高校時代は印象が薄かったときに、北谷さんに声かけられると、あ、これって伝ってやんなくちゃいけないっていうふうに思うっていうのは不思議だね。いやいや、それはね、リタイアして後ですね、うん、まあ何年ぐらいですかね、7、8年経ちますけど、その間のですね、まあ彼は囲碁がもともと強いので、その高校時代の囲碁はちょっと好きだなという人が集まって、あ、そっちの方でね、囲碁仲間ができたんですね。で、その部長に北谷さんになってくれて、で、その延長線上で東日本大震災の大事件がありましたね。で、それに、まあ、衝撃を受けた日本人がたくさんいたわけですけど、まあ、その中で北谷さんが偉くてですね、なんとか東北の人たちを元気づけたいと。こういう首相な気遣いと具体的な計画を持って僕たちの前に現れたんで、おお、いいじゃないかということで、高校の仲間が一番最初はずいぶん行ったんですよ。なるほど。すいません、杉浦さん、もっと話していただきたいんですけども、今日北見さんのインタビューで1時間しかないんで、この辺でお手伝いの方にまた戻っていただけますか。ありがとうございます。ありがとうございました。ごめんなさい。いや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 、あのまま喋っていただくとインタビュー終わっちゃうんじゃないかと思って。結局杉浦君とか、うん、それから今日出てきてませんけども、三上さんっていうね、三上俊二さんっていう、はいはいはい、またインタビューしていただきますけども、はい、彼も、卒業してからだいぶしてから、なんとなく接触ができたんですね、うんうん、そして2020年のこのミラクルテレビの開局の時には彼が本当に大きな力を発揮して、技術的なことは僕たちあんまり分かんないので、これを、あ、三上さん出てきた、ありがとうございます、はい、三上さん出てきた、三上さんは後ほどで今インタビューさせていただきます。そうですね、5月から彼は、体調が回復をして復帰をされまして、そしてその瞬間にミラクルテレビのウェブサイトがもう見違えるようになったんですね。プロの力に加わったということで、そんな風に高校の同級生たちがたくさん応援をしてくれてます。ありがたいことです。大学の同級生も応援してくれてます。本当はね、
今現在何やってるかってことをインタビューしたんだけど、それは結構皆さん知ってるから、そうですね。こういうね、あんまり今日こう見てる人、画面見ると、もうすでに知ってる人だから、だって、そうですね。幼少期どうだったんだろう、高校の時どうだったんだろうって、興味を持ってここに来てる人もいるから、まあ、そうですね。よかったんですけども、まあ、でも、はい、行きましょう。それで大学に入ります。東大に入ります。はい、ここで私と同級生になるっていうね、運命だ。はい。そういえばね、北見さん、みのるさんが、お父さんが何か言ってたらしいのは、はい、頭のいいのは囲碁をやる、頭の悪いのが東大に行くって言ってたらしいですね、お父さん。いや、それはね、父じゃなくて、将棋のですね、米長さんじゃないだろうかと思うんですよね。ただなんとなくですね、そういうようなことに絡めて、そういうふうなことを言われる方がいるんですけども、父がそういうことを言うとは考えにくいんですね。はい。うん、はい。まあ、とにかく東大に入って、なんと、文化一類 12B っていうクラスで一緒でした。そこで、あなたに劇的に出会ってるんだな。それこそ、さっき鶴田さん言ったように、これほど印象はないんですよ。これお話うん、いや、覚えてますよ、僕もちろんね。覚えてるんだけど、強い印象はなかったですよね。あ、ちょっとすいませんね。ちょっとここはね、集会場な、ちょっと静かなところに行きましょうかね、少し。いやいや、いいですけど、雰囲気出ていいですか。大丈夫ですか。はい。ということで、まあ、そこはさっとして、で大学卒業して、はい、都庁に入りました。そうですね、入りましたですね。で、まあ、その辺のところで、ね、都庁に結局退職までいた当たり前なんだけど、長くいた、はいはい、まあ、仕事やったと思いますけども、都庁での仕事で印象に残ったことはありますか？印象に残ったことですか？はい、うん、そうですね、都庁時代思い出すといろんなやっぱり、いい思い出、悪い思い出、これは少し良かったかなっていうこともあれば、これはどうだったかなっていうのがたくさんありましてですね、なかなか自分でうまくまとめることができていないでいます。いい思い出だけ言ってください。いい思い出ね。いい思い出っていうか、まあ、うん、思い出ってのも変ですね。うん、やっぱり我々も私も役人やってましたけども、はいはい、まあ、ハマるところもあるし、そうでないところもあるんだけど、ハマったって、そうです、この仕事面白いなと思ったってことはあったんですね、その都度、うん、そうですね、まあ、僕何やるにしてもそのハマった位置でこれが一番素晴らしいんだっていうふうに自分に思い込ませて仕事をやるというそういう癖があります。でそういう意味ではいろんな仕事やったんだけども、そこにいる時にはですね、これが最高の仕事なんだっていうふうに考えてやっていたことは事実なんですね。例えば清掃事務所長ってやったことがありますが、清掃事務所長、はい、これは新宿西清掃事務所長っていうので、やっぱり100人ぐらいの職員が働いてるわけですね。そのほとんど半分は清掃車の運転手で、半分は作業員でゴミを積む役割なんですよね。で僕はその時には朝、その車が出ていくところに立ってみんなに行ってらっしゃいって手を振りながらでかい声を出して挨拶をしていたことを覚えてるんですけども、そんなようなことをしていたんですね。それは僕も初めて聞いた。清掃事務所長ですね。で、うん、ちゃんとしたエリートで都庁に入って、はい、清掃事務所長に行けって言われたらちょっとショックでしょ。そうでもない。僕はショックじゃなかったんだけど、うん、その同期の友人がわざわざその来てくれて、うん、今回の人事お前にとっちゃ不本意だろうけども。がっかりするなよみたいなこと言ってくれて、そういうこと言われるとなんか気が逆に見えるなみたいなことを考えたことがあるんですけども、僕自身はそういうことは新しい体験なので、新しい物語屋なので、おこれは何だっ
っていうのが結構好きなんですよね。うん、面白がっちゃったね。面白がってんですよね。うん、一つ今ね、思い出を思い出したんだけど、いろんな人がその作業員になったりしてるんですよね。である時に遅刻をしょっちゅうする職員がいたんですよ。それで、まあ、ポカ級っていうんですけどね。で、その人に意見を言わなくちゃいけないわけですよ。うん、所長ですからね。で、その人のところに何々さんっつって。で、その人が入れ墨を背中いっぱいに書いてるっていうことを聞いていたんですよ。で、その人のところに行って、何々さんっていう、入れ墨すごいんだってねって言ったら、ええ、まあ、とか言ってたと思うんですよ。で、でも入れ墨って痛いんでしょうからね。心の痛みに比べれば大したことないですというのを言うんですよね。その人が答えたの？そう、そう言われたんですよ。あ、すごいね。心の痛みの方が痛いんだと言ってましたですよね。そしてね、見せてもらったんですよ、入れ墨を。そしたらね、やっぱり背中にね、悶々があるわけですよ。悶々だ、うん、そっか、いろんな人生を送ってこられたんだろうなみたいなことをやって、うん、で、すごく仲良くなってしまって、その人と、おかない人だったんですけどもね、打ち解けてくれたんですよね。それで仲良くなったみたいなこともあって、で、そういうような全くいわゆる役所の生活の中ではできないような体験もそこですることができたので、まあ楽しかったですよね。そうだね。はい。はい。いい話を聞いた。まあ、ここから聞くとあれだから、じゃあ今度もやっぱり、防災の話に行っていいですか？はいはいはい、はい。あ、その前にね、僕ね、北谷さんが都庁にいるってことで、なんか電話したかなんかだったんだけど、湾岸の青島都知の頃、あそこの、湾岸っていうの？湾岸、うん、湾岸開発。湾岸開発。うん。こちらの方もやってたでしょ。やってましたですね。やってた。なんとかなんとか、中止したなんとか博覧会の。そうそうそう。で、あれの後だったか前だったかよく忘れましたけども、ですあの時代ですよね。じゃあ、それを飛ばして防災に行こう。防災。はい。はい。防災はかなりのめり込んだでしょ。防災はのめり込みましたですね。今につながって時代的に言うと、清掃事務所長に行く前にですね、僕は職員研修所という研修機関の調査研究室長というのをやっていたんですね。で、その時にその調査研究室なので、これをシンクタンクにするんだっていう日記があってやっていたわけですね。うん、うん、で、その時に僕が一番中心的に考えていたのが首都直下地震だったんですよ。あ、当時からね。で、浅野さんもご存知だと思うんだけど、東京集中が良いとか悪いとか議論が随分ありましたですよね。東京一極集中、集中ね、うん、うん、あ、これは良くないとか、うん、まあでもいいんじゃないか、でありましたですよね。で、景気の良し悪しによってもだいぶその悪くなると一極集中いいんじゃないかって議論も出てきたりするんですけども、僕がその時に感じていたのは、その集中にメリットがあったとしても、そのいつか直下地震が起きるんだから、これはなかなか大変な負担もしなくちゃいけないんだなっていうようなことを感じていたんですよね。今ここに、信田茂人さんがいらっしゃってまして、おはようございます。おはようございます。ちょっと休憩をしますとですね、ちょっと 顔だけ出して、はい、信田さん、あ、だいぶ前にお会いしてからここで再会だ。あ、どうも、久しぶりです。浅野志郎です。どうも、信田です。いろんな人が出てきますので、防災って話をしているところだったんだけど、そこで信田さんが顔が見えたんで、信田さんって言ったんで、そのことですか、北谷さん。今ちょっと北谷さんね、休憩するので、はい、はい、ちょっと代わりにしゃべって、
はい、何喋ればいいかな。防災ということでお知り合いになったんですか。いえ、僕はもともと囲碁の関係で、はい、僕が北に道場で学んだ時に正道さんがいらっしゃったから、だからもうずいぶん昔に会ってるんですよね。そこでは知り合いになって、はい、そしてそので正道さんが都庁を辞めるという話になった時に一緒に地獄谷に行こうかっていう話になって、そこからまたお付き合いが始まったんですね。あ、2人で地獄谷に行ってきたんですよ。正道さんの運転で。あ、そうですか。ずっと一人で運転されて。そちらの方の話になるとちょっと話が続かないんだけど、どうしても、はい、防災の方に持ってきたいんだけど、はい、その中で防災、はいはい、で命のポータルサイトにも関わってらっしゃるのね。僕自身あんまりないんですが、あそこの、両国の、9月の時の防災の時は 何回かお邪魔させてもらって、はい、あ、そうですか、はい、なるほど、あ、そうか、いやいや、じゃあちょっと、ここで、あ、帰ってきたから、うん、はいはい、まあ、せっかくだから、北谷さんとの関係っていうことで、今北谷さんのインタビュー、ロングインタビュー1時間やってる、今半分来たとこなんですけど、うんうん、じゃあ、北谷さんってのはどういう人ですかっていうかの信田さんから言ってもらって、この場を去ってもらいましょう。はい、いいんですか。いいんです。いいんですか。うん、いいんですか。いいです、まあ、とにかくすごい人です。すごい人です。もうみんなからピータンパンって言われてますけどね、どこへ飛んでいくか分かりません。もうね、あっという間にすごいことを計画して、あっという間にいろんなことをやってしまう、本当に スーパーマンみたいな人ですね。人を巻き込むのもすごいです。そこに巻き込まれた信田さんとしては結構大変だったでしょ、ついていくの。いやー、楽しかったですけどね。楽しいですけどね。大体楽しいことが多いです。はい、あ、正道さん、じゃあ、はい。いやいや、ありがとうございました。どうも。どうもどうも、すいません。休憩をしました。大変ですよね、やっぱりね。みんな、皆さん、一緒にやる方々大変だと思う。どういう意味ですか、一緒にやる方。いや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 。今の会話の中で大変だったと言っても大変だったと思うんですよ、皆さんね、うん、そういう意味です。はい、まあ、横に添えたわけでもない。ということで横に添えて、はい、防災、いや、防災なんですね。それでつまり東京直下地震が一番大きな問題だと僕も思ってきたんですよ。それは1991年からなんですね。91年っていうのは89年に中央防災会議っていうところが、次に来る大きな地震は直下地震だっていうことを初めて言い出したらしいんですね。でそれを僕は友人の総合防災部の職員から聞いて、北谷さん、関東大震災みたいなものはあとまあ200年ぐらい起きないんだよ、その前に直下地震っていうのは何発も起きるんだっていうことを聞いたわけです。だ、何だって聞いたら、とにかく激しい揺れで壊れちゃうんだっていう。でそれでこれは大変なんだと。で集中でどんなにメリットがあったにしても、それが破局的にそのマイナスに変わる時があるんだっていうことが分かって、これを必死になってその勉強してる時に、その1995年1月17日の阪神淡路大震災が起きたんですよね。でその時のことを僕はもう本当に鮮明に覚えてまして、何をしたかっていうことが再現できてしまうんですけども、まあ、とにかく大変に強いショックを受けたんですね。ちょうどね、火曜日だったんですよ、確か。この頃は、阪神・淡路大震災起きた当時は防災担当にいらしたの。いや、防災担当にいたことは一度もなくてですね、調査研究室長をしていたんですね。防災だから、まあ防災ね、防災研究室長をしているときに阪神淡路大震災が起きたの。調査研究室は防災だけではなくていろんな福祉もやっていたんですけども、僕はその
防災を勉強していたんです。なるほど。で必死に自分なりに勉強してる時にこれが起きちゃったので、それで僕がその東京のことだけ考えていたから神戸の方々が隙を突かれて犠牲になったんだというふうな思いを抱いたことを覚えてるんですね。で自分が責任があるんだというふうに感じちゃったんですよ。それで、でその時にそのライフワークを防災にしようっていうふうに僕は決めたんですよね。で実はその後も含めて直接防災の仕事を手がけたっていうこと一回もないんです。ないんですよ。例えば産業振興をやったり IT をやったり、まあ、調査研究やったりしてるんで、それから新宿清掃事務所はその後なんですけども、その時に早稲田の商店街の方々と一緒に早稲田命のまちづくりという運動をやってるんですね。つまりこう地域のつながりを強くすることによって地震が起きた時に命を守る力を作んなくちゃいけないんだっていうことを真剣になってみんなと議論しながらやっていたのが早稲田命のまちづくりっていう活動なんですよ。つまり本業で防災はやらないんだけども、自分がやってる仕事の中で防災に関わることについて非常に強く意識をして、そこにフォーカスを当てた仕事の仕方をしていたということが言えると思います。ああ、なるほどね。それがきっかけ。いや、もう時間がちょっと危なくなってきたので、で、それでもう土地を卒業させます。土地を卒業しても、いろいろあったんですけど、はい、ガーッと伸ばして最近のことにしますよ、もう。はい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 。皆さん、十分ご承知でもあるかもしれませんけど、もう一回。はい。あ、さっき信田さんが言ったけど、この人何やるか分かんない、何でもやってるということの、まあ、一端をちょっとちょこちょこっと、お話しで、まず場所から行きたいと思うんですけども、私が印象に残ってる場所は大船渡、それから、はい、の友の浦、はい、それから震災の蔵前、あれ蔵前でなくて、なんだっけ、隅田の両国、両国ね、両国だ。はいはい、そうですそうです。とりあえず、場所としてはそういうことなんだけど、はい。その中で一番早いのはどこですか？一番早いの、その3つの中で一番早いのは、友の浦ですね。友の浦ね。じゃあ、友の浦に、はい、なんで友の浦に行ったんですか？ですね、2007年、僕が退職するちょっと前にですね、2007年の3月頃に、私の後輩で福山出身の若者がいたんですね。で彼が、北谷さん、友の浦っていうところがあるんですよ、何それ俺聞いたことないよみたいな話をして、で実はそこが自分の福山という、市の中にあるんだと。で港町で、そこで今地域の紛争が起きてるというのがあったんですね。あの橋を架けるという話があって、なんかありましたでしょう。はいはい。それが環境の破壊になるとかならないとかいう話があって、それがきっかけだったんですよ。ああ、そうでしょう。で彼が言うには、そこで北谷さんのコンサートやってほしいと。そうすると住民の中の対立っていうものが少し緩和されるんじゃないかみたいな、まあ純真な若者だから心配されたんでしょうね。そこでもうすでに心の歌コンサートやってたんですか？始めたばかりだったんですね。始めたばかりの頃。はい。ああ、でそれをその、友の浦のその友人が知ってて、はい。ほとんどコンサートの最初のコンサートみたいなもんじゃない？そうですそうです。あ、それを友の浦でって言われて、でやったんですね。やったんですね。うん。でその時にいろんな方々が来てくれて、自治体職員の若い人間たちもたくさん来てくれて、これが2007年の8月だったんですね。でそこで実は2007年の11月に友日本の心という名前のちょっと大掛かりなイベントを計画をしてやったんですよね。なんでまた友の浦が気に入っちゃったってこと？まあ、気に入っちゃったっていうことなんですね。あ、その当時の映像を作ってくれたのがここにいる栗山くんという人がいるんですけど、ここに横にいるんですけどもね。栗山さんいらない、ちょっといらないんです。
記録の映像がありましてですね、亡くなられた小川智子さんとか出てきていて、まあみんなで応援をしてくれたんですね。それで東京方面から若い職員たちが50人ぐらいですね、みんな手弁当でその来てくれて、あらゆる肉体作業をやってくれて、みんな冷たい、もう11月で寒かったんですけども、冷たいスタッフ弁当を3食3日間食べてみたいなことをやって、でその方々との交流があって何年間か一緒にまたやってみたいなことをやった、そういう懐かしい最初のきっかけがトモローラなんですよ。そうですか。その中でまたほら、連絡があった、あの老人ホームをやった桜ホームですね、桜ホームのね、うん、原文江さんやったでしょ。そうです。でいろんなところに手を広げていくっていうか、そこでまた知り合って新しい活動ができてくる。そうなんですね。朝鮮あの通信誌、はい、朝鮮通信誌、あれは何で、これまたね、これまたすごい不思議な運命としか思えないようなことがあって、これも長くなっちゃうんですけどね。短くしてください。あ、短くします。まだ他に多くの人もあるし、うん、そうですね。2007年に行ってですね、でその年にあのイベントやることに決めた時に、たまたまその時が朝鮮通信誌の何周年だったのかな、分かんないんだけど、まあ節目の時期だったんですね。で僕は初めて朝鮮通信誌という史実をその年に知ったんですけども、日本が朝鮮半島のと仲がすごく良かった時期があるんだということ でたまたま私の父の、まあ、皇帝になるんですね、初期の頃のお弟子さんがその張南鉄先生という朝鮮から来た子供がいたわけですね。その方が向こうに帰って韓国棋院という棋院を創設をされて、でそれが韓国で成長して今や日本を凌駕するものになっているということがあったので、実は囲碁というのは日本と韓国をつなぐ大変貴重な文化遺産であったわけです。でそれが父も弟子たちがまだ向こうにもいますので、人間的にもつながってるっていうんで、これを生かすことができないだろうかというふうに都庁時代から考えてたんですね。でなぜ考えたかっていうと、世界電子政府会議っていうのが開かれて、向こうの方が僕を招待してくれたんですね。それで都庁を代表する形で向こうに行ってスピーチをするときに、都庁時代ね、都庁時代です、IT 推進室長をやっていた時なんですね。でその時にその司会をしていた方が僕に、あなたのお父さんのこと話してもいいですかっていうふうに聞くんですよ。で何なんだろうなこれはと思ったんで、うん構いませんと言ったんですね。そしたら彼は、朝鮮語で喋り始めたわけです。で聴衆はほとんど朝鮮の方、韓国の方ですから、でその瞬間にですね、その拍手が湧いたんですよね。で多分その方は私の父と母が、韓国出身の子どもたちをその自分の子どもとして育てて、そして何人もの方々がプロ棋士になったんだということをお話をくださったんですね。でまあこれは事実なんですけども、もうその時にもそんなことを日本で言う方はいなかったので、それを韓国の方々が覚えていてくれて言ってくれて、そして拍手をしてくださったっていうのは僕の胸に残ってるんですよ。ただ東京都の職員として何かそんなことに関われるのかっていうと、全く関わる要素ないわけですよね。でところが退職をして、たまたまその北谷さん歌歌ってほしいって言われた友の浦に行ったら、そこが朝鮮通信誌で一番有名な町だったんですね。浅野先生にも来てもらいましたけど、そしてやる中で21世紀の朝鮮通信誌という最先端の文化を共有していくっていうことだったら囲碁がいいんじゃないかって、これは思いついたんですよね。そこから始まったのがこのイベントなんです。なるほどなるほど、わかりました。ちょっと友の浦をちょっと、はい、大船渡行きましょう。
はい、大船渡はですね、今日浅野先生がインタビューをしてくださる大和田東光さん、はい、あのその方から、復興イベントをやってほしいと、名前が五色海岸にご祭りなんだということだったんですね。この話がご存知だったんですか。大和田さんのことは知ってたんですか。いやいや、全く知らなかったんですね。全く知らないで、じゃあ全く知らなかったんです。突然北見さんに、あの今日多分詳しい話がお聞きできると思うんですけども、その大船渡の五石地区の支援に入っていた東京のグループがあるんですね、うん、これが、その方々が議論をしている中で復興イベントでいいんじゃないかっていう多分思ったんだと思うんですよ。で、北西さんに言えば、あの人はそういう面白いこと好きだからなんかやるかもしれないっていう、そんな話じゃなかったんじゃないかと思うんです。で、見事にその通りになって、ネーミングが面白いと。だって五石海岸で囲碁祭りですからね。これは東京の囲碁ファンが聞けば絶対に面白いと思うというので、それで始まったのがこのイベントなんですね。いや、今の話でも分かったわ。北西さんは何だか知らないけども、どっかから話が来て面白がってしまうと行っちゃうってことなのね。そうです。入っていくだけじゃなくて、それをどん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 自分で大きくするという悪い癖って言わないんだけど、悪い癖があります。はい。あって、はい、そんな活動にしていくね。あ、それがまず最初だったんですか。はい、そうです。うん、だまず、だって五石海岸で囲碁祭りなんて言ったらね、しかもそれが復興に関係するわけでしょ。そうですね。ついていくんですもんね。うん、面白いですよね。私、あの大船渡生まれですから。そう、それびっくりして、それ、これもね、偶然ですよね。偶然です。もう、誰でもどこかで生まれるわけだけど、大船渡で。はい、ということで、で、また大船渡でのその祭りも随分盛んになった。これも私、一回行きましたけど、ね。ありがとうございました。どんどん広がっていったんですよね。はい、でしかもその時に台湾から呼んだり、そうですね、盲学校の人だったりね、はいはい、活動の幅が広ってきて、広がってきて、もちろん今は中心になってましたけど、それもやってるうちにだんだんアイデアが湧いてくるんですね。あのね、そこがね、ちょっと違うのは、よくよく振り返ってみると、僕のアイデアでやったことっていうのは意外に本当に少ないんですよ。で、みんな北谷さんアイディア出して北谷さんやってるんじゃないかと思うんだけど、違うんですよね。うん、例えば五石海岸の囲碁祭りは現地の被災者の団体の知恵ですよね。それから囲碁列車っていうのは石鍋ひろ子さんっていう方が囲碁列車って言い出したんですよ。それから囲碁に、現地出身のような立場で関わっていらっしゃる方で、また大変ユニークな素敵な方なんですけども、彼女が囲碁神社も作ろうと言ったし、それから防潮堤をあそこに囲碁のコンテンツ書くといいんじゃないかと言ったりして、で相当な部分は彼女のアイディアがあります。それから実際に囲碁列車を走らせた時には、角島くんが開発をした、今日彼とインタビュー僕がやるんですけども、アイゴという碁盤が大活躍をしたんですね。振動で石がずれないという。それから高次脳機能障害っていうのは、たまたま僕が関わってやってますけども、これも結局高次脳機能障害を持ってらっしゃる方々が僕をそっちの方向にこう持ってってるわけですよね。で、そのコーディネーターで浅野先生が来てくださったみたいなこともあって、結局僕がやってる役割が何なのかなと思うと、そのリーダーシップを取ってるようで取ってないような、そういう不思議な位置なんですよ。で、いろんな人がいろんなことをやってどんどん動かしていって、その結果が今なんですよね。例えばミラクルテレビで言うならば、やっぱり三上さんの役割がすごく大きかったんですよね。彼がいなければやろうったってよく分かんないわけですから、こんなようなことは。ミラクルテレビに飛びました飛びましたね、急にね、はい。
いや、大船とちょっとね。はい。ミラクルテレビ。これも。ミラクルテレビ。いや、その前からあれだけど、ミラクルテレビにも、私も。いや、最初、ミラクルテレビって、まあ、名前もついてなかったけど、こんなことやろうって言ったときに、はい。北谷さん自身だって、なんだか何がどうなるもんかよく分かんなかったでしょ？あ、全然分かんなかったですね。ちょうどあれ、コロナ禍っていう、コロナの中でのコミュニケーションっていうかね、そういうことで、そうです。はまって、で、私もそれにはまってしまったってことなんですけど、はい。まあ、ちょこっと出てくるわけだよね、それね。そうですね。どうですか？始まって今まだ発展途上っていうかね、現在まだありますけども、みんなそうなんだけど、なんかね、その普通から考えて良くないこともたくさん起きてる、もちろん起きてるわけですよね。で、個人的に今の僕の気に飛んじゃうんだけど、私の長子の88歳の姉の状態があまり良くないっていうことがあって、僕が家を離れにくいっていうこともあるんですよ。普通だったらそれで困っちゃうんだけども、その話だけすると今コロナだから僕はほとんど出ないわけですよね。だから姉を介護する立場になってもあまり困らないっていう問題もあるわけです。で、ミラクルテレビ考えていると、まさに絶妙にこれができたんですよね。絶妙ちょっと怒られちゃうかもしれないんだけど、絶妙ですね。僕がZoom の話を聞いたのが3月の8日なんですよ、確か。まあ1日ぐらい違うかもしれません。で、実際に Zoom で碁を打つ実演を見たのが3月の12日なんですね。正光さんという名前の方が私の友人を指導してくれたと。で、それを見たときに、これはすごいというふうに僕は感動してしまったんですよ。この Zoom というテレビ会議の持ってるその威力というのは桁違いに大きいということが分かって、それで、まあ、それから浅野先生に相談したいろんな方に話をして、そして4月の11日に開局したわけですから、一月で開局したわけですよね。で、別にお金も何もないわけですよね、そのお互いにそれからそのプロの方を雇うとかそういうことはないわけで、まあ、実際にはプロなんだけども、みんな仲間内のネットワークの形でつながっていたんですね。それがまさしくそのさっき話が出た、大船渡、大船渡を2014年から20年まで6年間やっていたんですけども、その過程で非常にたくさんの方々と、お互いに知ることができて、そして非常に分厚いですね、ネットワークができていたんですよね。分厚いと同時に奇想天外なエンターテイナーもたくさんいるわけですね。学者の方々もたくさんいるという。で、その方々が全部番組のそのなんだコンテンツを作る出演者になってくれたわけですね。これを選んでお願いをしたら、まあとにかく大変な苦労とお金がかかるわけですけども、お願いしたらみんな、ああいいですよなんですよね。あなたも含めて。で、出てくださって、そうなるとですね、総合テレビ局としては見事な構成になってるわけです。歌もあれば囲碁もあれば俳句もあれば防災の話があり福祉の話があり重たい話もたくさんあり、障害を持った方々の生の声もたくさん出てくるという、これは申し訳ないんだけど他のテレビ局に比べるならば圧倒的に中身が濃いんですよね。感動の質も高いんですよ。これはやってみて初めて分かったことで、びっくりしましたね。すごい。それが1年後の印象です。やってるテーブルもそうだけど、一陣が万事なんですよ、北谷さん。一陣が万事、なんかでこう面白いと思って飛びついてやっていくと、バーって広がって、予想もしていなかったようなこう結果っていう効果が出てしまうって言って、ご本人自身が驚いてると。ずっと今までの活動もみんなそんな感じですよね。うん、そういうとこありますね。まあ、ミラクルテレビは今も継続中で、まあ、私も番組、はい、私はね、これ、頼まれてっていうよりも、私、手挙げてやらせてくださいって言って、今まで続いていて、私はこれはもちろん義務付きじゃなくて反対です、権利ベースで、やらせてもらえるんですか、こっちからお金出さなくていいんですかみたいな、出さないんですけども。まあそんな感じやってますから、まあ、すごいものになります。ありがとうございます。はい。そして今やってる震災、
あ、震災妹と、はい、まだこれからですけどね。はい、の方は今回また、これはまだ未来系っていうか、9月の分析だからこういろいろ考えて、はい、そうですね、はいはい。聞いてるわけですね。はい。しかもまた呼んでくる人っていうか、集まってくる人が幅広いですよね。そうですね。それでね、はい。そしてそれが結構世の中にインパクトを与えてると。うん。でないって言いながらそうなっていってるっていうのが、谷さんの活動の非常に興味深いところだし、素晴らしいところだと思いますね。はい、特にこのミラクルテレビで、浅野先生にもね、全面的にご助力いただいてるんですけども、こういうメディアを持つということの意味っていうのが、こんなに大きいのかっていうことを今感じつつあります。でもちろん、ミニミニメディアでありまして、実際にまだ視聴してくださってる方の数っていうのは少ないんですね。しかし、こういうものを自分たちで作って、そしてとにかくインターネットを使って世界中へ流すことができるという、そういう装置を持ったっていうことの意味はすごく大きいなと思いますね。それは今回 の心をつなぐイベントで、ミラクルテレビ視聴者が、はい、爆発的に増えるかもしれないと期待もしてます。そうですね。はい、本当にそうです。さて、もうそろそろ時間です。時間ですね。ありがとうございました。ずっといややってきて、まだここで人生終わるわけじゃないんですけど、まだまだやってるんですけども、これからどうかっていうか、まあ、実はそのインタビューで最後に、はい、谷さん、あれもやる、これもやる、あれって言って、何が谷さんを突き動かしてるんですかっていうことを聞こうと思ったんだけど、出てるような気もするんですけど、これまた別に改めて、北谷さんのこういうふうに活動に駆り立てて、それを突き動かしているものは何だと自分で思います。うん、何で突き動かしているのか。口でなかなか言えないんだけど、私の親が、僕とはまあ比較にならない存在だと僕は思ってるんですけども、やっぱりそういうようなふうに見えてますね。その、なんか夢中でやってるんですよ、見てると。うんうん、それも、うんとも真剣に面白がってやってる、楽しんでやってるわけです。で、そういうものの影響っていうのは僕は少し受けてるのかもしれないな。そんな気がします。まあ、動かされてるっていうのはちょっと違うかもしれません。受けてる感じですかね。ですね。まあ、僕はね、相当時間的にも労力的にもいろいろ苦しいと思うんだけど、うん、それが北野さんが楽しくやってるっていうんで、うん、この人変だなと、いや変だなってね、楽しくやってるっていうところがですね、真骨頂だと思います。ありがとうございます。だからもうね、これはね、そうやって北野さんが走っていくと、ついて行きたくなるっていうか、ついて行かざるを得ないっていう感じになってありがとうございます。これからもそうやってやっていきましょう。ご指導ください。ありがとうございます。本当にありがとうございました。今日はね、心のインタビューの第1回で、まあこれもう全体のまとめみたいなもんなんですけども、皆さんも今こうやって10人の人、私の我々の住民の人が視聴してもらって、皆さんも北谷さんのことよく知ってると思いながらも、はい、幼少期のことからはね、親御さんのことが聞かないことを聞くことができたということで、はい、私も大変嬉しく思っています。はい、それではこれにて今回の心のインタビュー第1回、北谷正道さんをゲストに迎えて、心のインタビューを終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、浅野先生ありがとうございました。いやいやいや。